2023年8月、最後に実家を訪れてから早4年の月日が経ちました。インバウンド全面解禁となり、我が家も久しぶりに日本で夏休みを過ごすことになりました。4年の間に子供もすっかりティーンエイジャー、行動範囲も広がり、実家周り以外の観光ができそうです。東京では今ハマっているあれを購入するのをとても楽しみにしています。今回は松崎さんのナビゲーションで行きたいと思います。今チェックして、さあ合ってるでしょうか？行き先。ダブルチェックしてください。違う方向に行かないように。オッケー？合ってますか？ここほら見て、なんか違う。見て見て、こうダウンって書いてある。こっちじゃない。まあいいんだけどさ。No one cares. No one's even walking. 駅やコンビニにバッテリーレンタル機が設置されておりました。これは4年前にはなかったサービス。なんとも便利になりました。これで外出中に携帯の電気がなくなりそうになっても大丈夫。なんだ、末広町に着きました。外国人ばっかりだ。外国人、フォーリナーズばっかりじゃない。Yeah.It's delayed. 違う方向 Because it says McDonald's there. And McDonald's there. Oh yeah. 合ってる？通りの名前書いてない？ The street names. I don't know. And here. And that way. Oh, it's that way. It's that way. Yes, that's what I think. It's that way. Yeah, yeah, it's that way. I was thinking it was across that road. Okay, it's this way, mommy.わかった？まさき、到着したね。嬉しい。帰るよ、夕食後。かわいいね。いいですね。これが一番いい。はい。あ、じゃないですね。なんかキットはなかったけど、ひとまず買いましたね。ここでさ、記念写真してあげようか。よいしょ。そしたら、工房来たよ。マクドナルドに行きます。サムライマック食べるよ。Looks like Costa. Take me. I don't know. It's this way somewhere. Right.You want me to do it? Get this way. Okay, let's walk around. 暑いです。暑いです。I got new keyboard switches after a year. Okay. Of not having. すごい匂いがすごいね。ちょっとサムライマック開けてみて。ストローあるよね。The good thing about Japan is they have.Plastic straws. スタバは違ったよね。Yeah, but most places in Japan it's not like a law. どう？ Just a big match without the middle. And a split. 美味しい？どんな感じ？ Good. Good guy. And barbecue. あ、本当。Yeah, the Big Mac sauce is the best. そうだね。You know, I don't want the brand new things. Look at this. あ、本当だ。下にもあるの。全部か。Yeah, see that. It comes with all of the layouts. I think there's another one. わあ、すごい。See, it comes with loads of layouts. Wow, fantastic. 東京ではいつもオンライン日本語学習でお世話になっている先生と初対面。有名なお寿司屋さんに行ったり、ゲーセンで遊んだり、ボーリングをしたりしました。先生、とても楽しい時間が過ごせました。ありがとうございます。今回私が個人的に楽しみにしていたことがあります。東京のホテルに1泊し、朝4時起きで訪れたところはどこでしょう？行けばわかるだろうと高をくくっていたのですが、豊洲市場は想像以上に敷地が広く、すっかり迷ってしまいました。ひとまず観光客らしき人たちが並んでいるところにいたのですが、そこが目的地ではないことに気づき、慌てて方向転換。迷って目的地が道路を挟んで向かいの塔であることに気がついたのは、到着から30分以上経ってからのことでした。マグロだ。マグロの競りは5時半に始まります。競り場には数百人もの関係者が集まります。目立つのが一番高い競り台に乗る競り人さん。独特の口調でマグロの競りを進めます。購入者が渡している黄色い札には自分の駐車場と同じ番号が書かれています。市場のスタッフは競り落とされた魚をその札と同じ番号の駐車してある車の荷台まで運びます。そのため車には鍵をかけずに駐車するのが決まりのようです。競り人の掛け声とともに仲卸業者らが手を挙げ値段を示していますが、この手やりについては見学者通路に案内板が設置してあります。見学者通路にはマグロ競り場のライブ音声が流れるため、開始を知らせる鐘の音が鳴り響きます。競り場には1000本近くのマグロが並び、鮮製マグロ、冷凍マグロの順に競りが行われていきます。競りは6時半まで行われます。マグロの競り見学デッキからは臨場感あるマグロの競りを間近で見学できますが、ここへのアクセスは事前の申し込みが必要になります。私たちは今回予約不要の見学通路からのみの見学でしたが、十分その雰囲気を楽しむことができました。マグロの競り本数は季節や入荷状況で異なります。生鮮が約200本、冷凍が約1000本ほど、本マグロ、インドマグロ、メバチマグロ、キハダマグロが並びます。競り見学を楽しんだ後、私たちを待っていたのは築地市場に入荷した過去最大のマグロのオブジェ、全長 2.88 メートルだとか。このマグロから一体何貫のお寿司が作られたのかは知る由もありません。